製のストラップなんですが、かけるね向きを変えてみました。これがですね、昨日は、こちらの幅の太い方をねこちらのネック側に持ってきたんですが、逆にしてみました。私ねあまり関係ないと思っていたんですが、この向き関係ありますね。非常にあの細い方を、こちらの胸側に持ってきた方が、結果良かったです。そしてですね、ちょっとこれはあの一点非常に重要なんで皆さんにお伝えしたいんですが、見えますかね、この部分、意外とですねめくれてきます。そして私はですねこの部分に瞬間接着剤を流しました。見えますか、瞬間接着剤を流してその後、こういったね、ペーパー紙やすりでこのように磨きました。これによってねこの部分の剥がれが、大幅に抑えられます。結局のところあのこの部分がね剥がれてこなければ全体は剥がれてこないんで、瞬間接着剤でね、断面を処理いたしました。そしてですねこれは私も危なかったんですが、この部分、このねストラップをホールドするビスなんですが緩んでいました。これは危なかったですね。危なく大切なね楽器を落下させるところでした。瞬間接着剤を流して埋め気をして、ネジがねしっかりとかかるように、処理をしました。で昨日ねストラップで音は変わらないと、申しましたが変わりますね。気分の問題だけはなく、やはり革のストラップの方がね体に振動が伝わってくるんですよ。まあよく私が弾くフレーズですけどね、こういう、6弦からクロマチックでね、確かにね、一般的な合成樹脂でね作られたものも非常にいいんですが、私はこの革製のもの本当に気に入りましたね。皆さんに全員にお勧めできるかというとそうではありません。安いね1000円のアーニボールのものもね非常に良かったんです。だから私は革製品がすごく好きなので思い切ってトライしてみたんですが、まあ勧めもあったんでね、これは本当にいいですね。本日ね
改めてご紹介させていただいたのはこちら、ギブソン社製の革製のストラップです。本当にねこれは長年使えると思います。こちらねこちらを、まあ、こちらに持ってきてもいいですし、私は昨日までは逆にしていましたが、これはもう好みの問題だと思います。お好きな方を、持ってくればね、まあとにかく安全が第一です。大切なギターを落とさないように、それが一番なので、もう一度繰り返しますが、後でねちょっとレビューの方も書かせていただきますが、この先端の部分意外と剥がれてきやすいんで、瞬間接着剤を流すことをお勧めいたします。これ強くお勧めいたします。それが長持ちをさせる秘訣だと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。 See you soon です。